秋田市上下水道局とは、秋田県秋田市の水道事業、下水道事業を手掛ける地方公営企業で、同市川尻美吉町に本庁舎が所在する。前身である秋田市水道局は、かつては秋田市の4大地方公営企業の一つであったが、行政改革並びに事業見直しなどで2005年に秋田市水道局を改組し、 同時に、市の下水道部を統合して新たに発足した。2014年4月時点で、現存する市の公営企業としては唯一である。事務部門は、2庁舎のほか、新位が、豊川の領上水上に設置されている。一部地域の下水処理は、秋田県秋田臨海処理センターの施設を曲がりしている。汚水中継ポンプ場が10カ所、雨水排水ポンプ場が2カ所ある。 マンホールポンプ施設が市内319カ所所在する。秋田市上下水道局として発足早々、旧下水道部から旧水道局に委託されていた下水道使用量の誤徴収が発覚し、これまでの上下分離の問題が露呈した。この調査に2008年末までかかった。2012年には上下水道局職員の使用パソコンから旧、 川辺町住民の水道利用者データが流出していたことが明らかとなった。2014年には増収賄事件が発覚し、上下水道局の主席主査が収賄容疑で逮捕される事態となった。逮捕事案となる事件は市役所本体での事件以来30年ぶりだったとされる。水道取扱金融機関は秋田銀行秋田市役所支店。収納取扱金融機関は 北斗銀行をはじめ、秋田市に本支店を置く友人かつ口座開設可能な金融機関が概ね設定されている。ありがとうございます。